久保さん。いや、億万長者合宿のさ、戦い方はボコボコじゃないですか？<laughs> 誰もこの本数できないじゃないですか？<laughs> まあ、見せるボコボコですよね。もはやまあ、久保さんと僕にとってはね。別に当たり前のことを当たり前というか、別に負けず嫌いっていうのもありますけど、やり取りしてますけどまあ、多分一般の人はここまでできないので、あそんなにやらないといけないのかみたいなね。<laughs> どうですか？<laughs> だか結構ね。僕使うんですけど。 あのこの前もね、YouTube の動画を、YouTube の学校か、売ったときに、いや、2万本取れないですよね、みたいな。2万本取れない、あなたへみたいなね。そう。<laughs> 取れないですよね、久保さん、一般人。で、一般人取れないけど、見せつけてるっていうね。この億万長者合宿も、もマジでやり取りできるのは僕と久保さんしかいないと思います。日本探しても。本当に。これはね、まあ、あの誰もできないと思います。 まあ久保さんもいろんな方とワンツー動画やってきたと思いますけど続かないですよね続かないしこの本数無理だし、まあ、とりあえず無理です多分 <laughs>、ね、多分無理っすね今後出てきますかね僕,僕を超える人が久保さんとやりとりの僕を超える人多分出てこないですね自信がありますもん、まあ、そいつが出てきたとしてもそいつに負けない自信があるのでうん まあそもそも今から勝とうとするならば、なんだ、今から6000本ぐらいやんないとね、5000本ぐらいか。5000本ぐらいやったら勝てるわけじゃないですか。もうストックがあるので、4000本ぐらいの。で、こっからその巻き返して勝つってなったら、だってこのやり取りって久保さんから返ってこないと続かないので、久保さんがじゃあね、その人に対してずっとね、4000本を超えるまでやらないといけないんで、じゃあ久保さん、それを、そこに時間がかかるのかっていうね、過程もあるしね。 まあ多分、まあ、現れないでしょうね。だから、久保さんがやる気にならないでしょうね。時間なくなっちゃうもん。自分のね、家庭の。<laughs> そう。だから、まあ、結局、ボコボコなんですよ。ね。あの、だから、やんなくていいんじゃないですか。うん。やんなくていいと思いますよ。うん。まあ、だから、やんなくても、稼げる方法を探せばいいんじゃないですか。 うん、やんなくても稼げる方法を探せ,探せばいいと思いますしでもそれが見つからないんだったらやれとそれが見つからないんだったらそれは得得できないそのやらなくてもね稼げる、うん、やらなくても権利収入っていうのが見つかってそれが習得できてるそれが得得してるそれがちゃんと、ね、ずっとやなってるんだったらいいんだけどもそれが見つからないんだったらやれよというやるしかないんでうん やらなくても、やらない方法が見つかればいいと思います。やらないで億万長者。何も挑戦せずに億万長者になれる方法があるんだったら、それを見つけていただいて、それやればいいだろう。まあ、やらなくていいか。うん。まあや、やらなくても、やらなくても億万長者になれる方法を探すことはやらないといけないですけどね。<laughs> まあ探し続けてください。何かを。いってらっしゃい。